今回は西郷隆盛の子孫を紹介します。西郷隆盛は日本の武士、長州藩士、軍人、政治家です。しばちゃんも西郷隆盛の飼い犬になってみたいです。そんな西郷隆盛のひ孫が陶芸家の西郷隆文さんです。厚生労働省選出の名工にも選出された有名な方です。どことなく雰囲気も似ていますね。また陶園に当たるのが競馬ジョッキーの武豊さんです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。